宇野さんとの交際をあの公言されて、まあ、YouTube チャンネルとかです、ね、<laughs> にもあの共演されて、一緒に出られたりしていますけれども、今も交際順調ということで、よろしいんでしい <laughs>、はい。でょうはこの引退については、宇野さんはどういうふうにおっしゃってますでしょうかあそうですね、もうスケーターみんな、本当にあの宇野選手に限らず、えー、皆さん、 小学校の時から一緒に頑張ってきた仲なので幼なじみというような感覚で私がこう今シーズンで最後になるっていうことは私の周りの方だったりとか一緒に長くスケートをやってきた仲間たちっていうのはみんな知ってくれていてなので まあ最後の試合はちょっと自分の中で状態が良くなかったんですけどえ頑張れたと思いますしまあ最後までんいろんな支えがあったからこそここまでえ自分がスケートが大好きなままえ引退という形までたどり着けたんじゃないかなと思っていますありがとうございます。